1日目の夜はゴミ箱に隠れていましたが、あまりにも臭くて全然眠れませんでした。その後、城にいた人がみんないなくなったことに気づいて、勇気を出して人気のない住宅に忍び込んで眠りました。だから睡眠はぐっすりと取れていました。燃やし尽くせ。
拾ったで。こんなに走ったら足が太なる。いやよ。どこ行くん先輩。先輩。